はい、こんにちは。今回なんですけれども、北海道にね行ってきて、まあ雪ピクミンのためにね北海道にちょっと行ってきたわけなんですけれども、結局ね北海道に滞在して雪ピクミンを撮ることはできませんでした。マジかよ、本当に。いやー、でもね、正直言ってね、賞賛は結構あったんですよ、行く前から。っていうのも、まあ、事前にね、まあ、今回情報をいただいた上で行ってるわけだから、そのね実装日の天気とかあらかじめ調べた上で、あ、この天気だったらまあ行けるかなと思ってまあ動いてたんですけれども、いやー、なんかね、現地に着いた途端に急にね晴れになったりとかして、こんなことあるって思っちゃってね。そう、あんまりねその天気予報がね当てにならなかったっていうか。で、まあ雪ピクミンなんだけれどもね、まあ結構ねその北海道滞在中にいろいろトラブルあって、まあ、まずね雪ピクミンが出ないと出ないってことで、まあ、まずトラブルあってね、まあ、ただねその出なかったのはやっぱりまだ雪本番じゃなかったからなんじゃないかなっていうのがまああるんですよね。っていうのも、まあ今回の、まあね、旅行というか行程の最終日あたりですね、もうそもそも天気予報は雪にすらならない、普通にピーカン照りの晴れになってなったんですよね。まあ、なってしまったっていうかあれだけど、あ、もうこの天気に変わっても思いましたもん。あ、もう絶対無理だと思って。だから、そう、途中からもうね、もう頭を切り替えて雪ピクミン探しはもう完全に諦めて、あの旅行を普通に楽しんでました。だって無理だもん。だって雪じゃなくなっちゃったんだもん。いや、本当にね、行く前まではちゃんとね雪だったんですよ。でもね、天気がねちょっとね、うん、で、いつだっけな、土曜か日曜、金曜か土曜だっけのあたりで、ちょっと旭川とかその岩見沢あたりで、あのとんでもないその豪雪が降ると、豪雪になるということを情報いただいて、で確かにそのニュースでもやってたぐらいだからひどかったですよ。雪がかなりねめちゃくちゃ積もったんだけれども、あのじゃあそういうところでやればいいじゃんって話なんだけれども、あのそういうところでね遊べません、ピクミンブルームは。あのね、どうしてもね交通網がね麻痺するんですよ。結局交通網が麻痺して移動ができなくなるんですよね。うん、だからね、そもそもそういっためちゃくちゃな豪雪の時とかは、まあ歩けないてか歩かないようにする、まあ完全にもう自分の安全のために歩かないようにするってことを考えて、まあ、めちゃくちゃ降る地域はスルーしたんですよね。うん、やっぱあれじゃないですか、もう安全あっての、まあ、こういう位置情報ゲームじゃないですか。だからそのね、降るには降るけれども、めちゃくちゃの雪の時は動けない。だからしとしと降ってくれるぐらいの天気の方がまあありがたいんですよね。そもそもめちゃくちゃな豪雪の時は、まあ、おそらく可能性的にはどうしてもね、あの雪判定出にくいはずです。まあこれもコメントでも散々書かれてるし、前回の動画でも話したんですけれども、どうしてもその強風判定になってしまう、ポケモン GO でいうところの強風判定になってしまうんじゃないかということで、それがあるからちょっとね、あの出ないんですよね、やっぱり。だからしとしと降ってくれるぐらいがね、うん、ありがたいんですよ、結局雪っていうのは。で、そのしとしと降るようなね天気に恵まれなかったわけではなかったです。ただあの2回ぐらい実はチャンスありました。あのこんな感じでもうずっと雪だみたいな天気になってた時があって、あ、これだったらいけるんじゃないと思って、だからこの時間帯にそのちゃんとねアプリを起動させてみたんですけれども、やっぱね、あの道端判定だけになってしまって雪判定は出ませんでした。いやー、うーん、ただね、その一応補足しておくと、あのなんかここまで出なかったらなんか日本では取れないピクミンじゃないかなみたいなことをねおっしゃられてる方もまあいるんですけれども、そんなことなくて、ちゃんとあのゲーム上の雪判定になれば雪あの取れるようになるとのことです。日本でもちゃんと取れるピクミンだということなんでね、そこは安心してください。うん、まあ反省点はいろいろあるけれども、やっぱり振り返ったら、まあ時期尚早なのかなって思いましたね。まあ天候的にもね、まあ、正直言ってね、まあ、12月そんなに毎日雪が降るって感じではないですね。まあ、1月2月とかになれば、まあ、やっぱり話が変わってくるんだと思います。12月はそんなでもないよ。うん、ね、ほら北海道でもお祭り、旭川雪祭り、札幌雪祭りとか、まあ、1月2月ですから、結局
ちゃんと雪が降るのってその1月2月なんですよ。だからね、そう、個人的にはね、ちょっとね、行くのが早すぎたなと言ったところかな。だからまた1月2月になったらね、ちょっと雪ピクミンリベンジやりたいですよね。まあ、ただ東京で出てくれて、まあ、出てくれるのがね、まあ、一番ありがたいんですけどもね。だからもし東京で出たよみたいなのがあったらね、もう教えてください僕に。真っ先にね、急いで取りに行くんで。ただ今回ね、僕がそのね、滞在した期間中はね、ちょっと取ることができなかったようで、まあ単純にそのどれぐらいの程度の雪だったら判定が出てくるのかっていうのが、まあ、分からなかったですよね。実際取れてないしね。だから実際その雪ピクミン取れた方いたら、情報教えてください。どんな感じで取れたよみたいな感じで、そのめちゃくちゃ雪が降ってたとかでもいいですよ。それかもしとしと降るような雪で、そんなに雪は降ってなかったけれども取ることができたみたいな感じでもいいですよ。で、これね、ちょっとね、雪ピクミンに関してね、どうしても一個言いたいことがあって、雪の中ね、取りに行くっていうのはね、あんまりね、やんない方がいいと思いますよ、やっぱり。雨ピクミンを取りに行くリスクとはね、ちょっとね、かけ離れてるっていうか、雪の中ね、歩くのはね、難しいと思いましたね。その、滑るし、その、危ないし、単純に。で、さらにその、ピクミンを探しに歩き回るわけだから、どうしてもその雪ピクミン狙うんだったら、まあ、自宅から偶然取れたぐらいのあれでいいんじゃないかなって思うけれどもね、現状でまあ2種類しかいないから、まあ、これが7種とかいたらね、まあ、歩き回りたくなる気持ちもわかるけど、2種しかいないから、まあ、自宅などでね、その無理のない程度に自然湧きしたらラッキーぐらいに思っておくのがいいんじゃないかなと、まあ、個人的には思いますけどね。今回遊んでみてね、僕もちょっと元気に雪ピクミン取りに行くぞみたいな感じでやろうと思ったんだけれども、まあ、無理だもん、そんなの。アイスバーンとかで、まあ、ね、転んでしまうかもしんないし。で、そもそもですね、まあ、今回北海道を巡ったわけなんだけれども、あんまりね、その北海道ってね、実はその道端判定がね、そんなに出てこなかったんですよ、実は。これね、北海道に限らないけれども、結構地方の方に行くと、その道端よりもね、圧倒的に森判定のが強いです。もう森判定ばっか出てくる。もうね、これがね、結構ね、なかなかこのね、ゲーム難しいところでね、森判定だったらね、まあいくらでも出てくるんだけれども、まあ最近もデコピクミンもめちゃくちゃ実装されたから、まあ、それの関係でね、ちょっと道端判定が昔よりも、まあ、若干見つけにくくなってるのかなって気はやっぱしましたね。だからその道端一択スポット探すのも難しかった。で、まあ天候的にも、まあ、雪ピクミンが降る天候条件ではなかったみたいな感じで、まあ、うまくね、その辺が噛み合わなかったと言いますかね。だから結果的にね、ちょっと今回取ることができませんでした。いやー、皆さんね、ちょっと申し訳ないですよね、本当に。いやー、本当にね、皆さん期待させてね、期待させた上でね、ちょっと取ることができなくて本当に申し訳ございませんでした。ただね、ちゃんと日本では取れるピクミンとのことなんで、ね、そこは安心してください。ただ天候、ピクミンブルームの天候的に噛み合わなかっただけだよという話でした。それじゃありがとうございます。なんとね、とんでもないコメントが YouTube に届いたんだけれども、マジかこれ。雪ピクミンが出ましたとのコメントです。で、こちらの方は北海道在住とのことで、しかも雪が降ってないけど出てくるそうです。まあ、これはでもさっき話したみたいに、しとしと降るような雪じゃないと出てこないんじゃないかなっていう話ですよね。まあ、豪雪みたいなすごい強い雪だったら、まあ、強風判定になってしまって出ないみたいなことだと思うけれども、いやー、でもこれはちょっとさすがにぶっちゃけるとへこみますね。僕が帰ってきた途端に出るようになったってことですもんね。マジか、ちょっと傷つきました、さすがに今回は。まあ、ただね、まあ日本でもね、見られるようになった、実装から1週間経ったけれども見られるようになったとのことなんでね、まあそれは非常に良かったかなと思います。まあ北海道以外でもね、